はい、こんにちは。今日は、プロテインをジムなどに持っていく際に便利なものを紹介します。こちらなんですけれども、ミルク&離乳食ケース。日本製ですね。日本製。はい。こちら3段になっていまして、一番上が常温になってます。で、これは赤ちゃん本舗で買えます。3、400円だったかな？だと思います。はい。で、これ、ここに1回、2回、3回分、プロテイン入れて、一番上の上部は、外した状態で、この状態で、このザバスのシェーカーに、そのまま入ります。しかもね、ここ細くなってる部分で、これが中のケースがぴったりくるので、ガタつきもありません。で、この状態でこういうふうにセットして携帯することが可能です。では、実際にプロテインを入れてみましょう。はい、 DNS さんのホエイ100ストロベリーですね。じゃあこれを、よいしょ、 30g なんで、ここにはそのこの DNS に付属されてる計量カップからきれいに入れることができるんです。はい。で、これを、1回分だったら、ここに入れれば、余裕です。で、こっちに入れるときは、ちょっと入れにくいので、この上部を、こいつにつけてやって、こんな感じですね。で、こうですね。はい、こうすると、ぴったりな感じで、セットできます。ぴったりです。 30g で、実際に持っていくときは、必要な分段だけ持っていってもいいですし、もし 30g 持っていくんでしたら、この形で、これザバスのケースに入れて持っていくと。はい。で、肩肩もしません。これ非常に便利です。これですね。赤ちゃん本舗のミルク&離乳食ケース、プロテインの携帯に便利です。実際に飲む時は、もちろん蓋を外して、で、この直径がザバスの方にすっぽり入るので、このようにかぶせて、ザバスの中にこの輸入食ケースを入れてひっくり返すだけで、こぼれることもなくきれいになります。はい。で、実際に水入れてきました。せっかくなので、シェイク。いただきます。ごちそうさまでした。甘い！ DNS 甘い！ではまた。